皆さんこんにちは、ちささこです。今日もさこくら続きをやっていきたいと思います。前回ですね、自宅を拡張してこのエンチャント部屋を作ったんですけど、今日もこの拠点周りの強化を続きやっていこうかなと思ってて、ちょっとね今ね家の中収納がいっぱいになってきてて、こんな感じでジャンル分けしていろいろ収納してるんですけど、ちょっともうこのチェストを倉庫部屋みたいなのを作ってまとめて整理したいんですよね。この部屋の大きさじゃもっとチェスト増えた時に大変になっちゃうから。ってことで今日はまた自宅を増築して倉庫部屋作りにチャレンジしていきたいと思います。では早速やっていきましょう。このねチェスト、これ一応ジャンル分けしていろいろ置いてあるんですけど、どのチェストに何が入ってるのかわからなくなっちゃうんですよね。それでこのチェストに額縁っていうアイテムを飾って目印みたいなのをつけられるんですけど、その額縁のレシピがこれ。棒はね腐るほどあんねんけど、この皮、これがね動物さんの命を頂戴しないとゲットすることができなくて、まずはこの額縁を作るためのこの皮をゲットするために、この拠点の外にちょっと軽く牧場を作ろうかなと思って、そこら辺に歩いてる牛さんをねちょっと展開にお送りして、少量ばかりの皮をゲットしてはいるんですけど、これじゃ足りないからね、まあ、皮だけじゃなくてそろそろ牧場を作って動物由来の素材も集め始めないと、いろいろと天井が見えてくるだろうということで、まずは牧場作りからやりますか。で場所はこの畑の階段を降りて、さらにこの下、この辺りの土地を整備して牧場を作りたいなと思ってます。ではまずは土地の整備からサクッとやっちゃいますか。このエンチャントしたシャベルを使って。ってことで皮をゲットするためにちょっと軽く牧場作るかっていう流れだったと思うんですけどやり始めたら止まらんくてめちゃくちゃ整地してしまいました。午前中から撮り始めてんのにもうお昼過ぎになってしまったんやけどってことで、ここに早速牛を連れてこれるような柵を立てておくか。なんかせっかくお命いただくし、せめて快適な場所でやってほしいよな。がっつり端っこ全部囲もうかな。よし、あ、勝手に入ってる子たちがいるやんありがとう。あ、都合よくこんなところにうち牛がいる。とりあえずこのだだっ広い空間囲ったんやけど、ここに家畜系の動物を手当たり次第集めてくるか。動物にはそれぞれ食べ物の好みがあって、その好みの食べ物を手に持ってるとついてくるはずなんですよね。牛の好みの食べ物は何だったかな。遊び方に書いてあるんじゃないか。モブが食べるもの、虫ムーシュルーム、ムーシュルーム、羊は小麦、豚は人参またはビトルト、鶏は植物の種、ウサギは人参、金の人参、タンポポ。なるほど。とりあえず小麦かな。小麦を持って外に出ていっぱい引き連れてきましょう。小麦ちょうどできてるし、これらを収穫していっちゃおう。そういえば前の動画でさ、この水路にいちいち水没しちゃって収穫しにくいみたいなのを話してたけど、トラップドアを置くことで歩きやすくなりますよっていうコメントを読んでやりました。実際にだいぶ取りやすくなった。ありがとう。この子勝手に入ってきてくれるかな、もしかして。ほら、あ、来た来た来たあー、これから川にされるとも知らずにかわいそう。はい、どうぞ。あー、ちょっと心が痛むなとりあえず近くにいる動物たち来るか、来るのか君はねえ近くにいる動物たちを手当たり次第迎え入れるか。おいでー。ほら、あげるわ。なんか覚えた？何やこの光探してたらめちゃくちゃ遠くまで来てしまった。近場の島ね、こんなに開拓が進んでます。なんか平らな土地の方がいっぱいいるんかな。こいつら全員連れてこれるかな。あ、そっか、豚さんは小麦に興味ないよね。あ、君だけ来てくれてありがとう。ちょっとこの辺で他の仲間も探すか。よし。こんだけ集めてきたから、これで、頂上の家まで行こう。あ、遠くから見たら、あの牧場がハリボテであることがバレてしまったな。泳いでこれるんか全員。おお、勇敢じゃん。ラマサコ迎えに行った時のこと思い出すな。あ、みんなこっちこっち頑張って。遅れてるよ、一人。そう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 。おー、偉い偉い。じゃあね、一人ずつあげちゃう。ほら、あげな。食べな、食べな。食べ。あっこの現象は後で説明しようと思ったのに。そっか、こんなすぐ子供できちゃうんだな。同じ種族同士の大人のモブがいる状態でご飯をあげて、このハートが出ている状態になるとこうやって子供が生まれるんですよね。これが繁殖ですね。すでに牧場に捕まえた牛さんともご飯あげて、牛の子供を増やしましょう。おいでー、全員おいでー。ちょっと狭い道やと大変やな。みんな順番にね。そう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 。これで、よいしょ。おい。全員入ってこれるかな。ダメだ。これ、詰まっちゃったな。一旦寝るか。あ、白間に入ってきてる。おー、揃ったね、みんな。どえれい人気者になっちゃった。どうしよう。じゃあ、早速、牛さんも繁殖させてみるか。牛さんと牛さんに餌をあげると。同じ牛さん同士で、ちょっともう混雑しすぎて同じ牛さん同士でもう一回子供生まれたりするのかな。あ、でももう餌あげられないな。この子供に餌やった時に緑色のキラキラが出てるのは何なんやろうな。とりあえずみんな離れて。小麦持ってへんかったらこんなに冷たいやん。あ、同じ牛さんでも子供生まれるな。一定時間が経てばいいのかな。とにかくもっと牛を増やすわ。はい順番にね、どうぞどうぞ。はいはいはい。はい、食べな。はい、美味しく食べて子供を作りなさい。あ、やばい。小麦がなくなったら私は無力。あ、お前勝手に登っていくな。まだ入ってきてない子いるよね。あ、いるいる。いっぱい逃げてる。ほら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 、全員来て。はいはいはい。あ、待って、これみんな牧場から出てきちゃう。やばい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 。はいはい、入ってはいはいはい、入場入場。そう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 、よしとりあえずの牧場完成したぞ。柵で囲っただけやけど。これでな、額縁用の皮を牛さんから取りたいわけなんやけど、やっぱ殺さないといけないよね。せっかくこう連れてきて育てたのにかわいそうやな。え、食べ食べ。他の子が大勢いる前で堂々とやっつけるのマジでかわいそうだよなどうしたらいいんやろ。もうこんな感情抜きにした方がいいのはわかんねんけどさ、ま、とりあえずちょっと今は現実から目を背けて今日の目的の倉庫作りに着手しよう。そうだな、家のこの地下に巨大な倉庫を作ろうかな。前回こうやって増築したのと同じ要領で、この突き当たりの壁ぶっ壊して奥に家を広げるか。このまま奥の壁をそのまま広げて、で地下に降りる階段をつければいいよね。とりあえず床を広げて、でまた同じ要領で柱を追加して、こんな感じで壁と床を延長してちょっと部屋を増やしてこないだ雲退治するのに割った窓を割れたままになっとるな。で屋根に使うレンガを生成してる間に地下への階段を掘っていこう。この辺から横向きに階段掘っていこうかな。この海の方向に向かって階段掘ろうかな。いや、ワンチャンさ、ちょっとうまくできるかわかんないけど、地下拠点につながる道を作れたら最高やなと思って。本気で道つなげるならちゃんと座標とか見てやった方がいいけど、とりあえずこっち向きに階段を作っておこうかな。ダイヤモンドのツルハシ、これに使うのめちゃくちゃもったいない気がするでもこのツルハシ効率のエンチャントがついてるから掘るのが早いんよね。そうだな、倉庫やしある程度の深さ掘ればあとはもう真横に広げてっていいかな。なんか変な空間にぶち当たらへんかったらいいけどな。よし、とりあえずここからこう階段を降りまして、このぐらいの広さの空間を開けました。これから床材を敷き詰めてより部屋っぽい空間にしていきます。1段を掘り下げて、でこのオークの板材、カシの木の板材を敷き詰めていきます。よし、こんな感じで床を敷き詰めて、で壁どうしよっかな。壁レンガにしちゃおっかな。うわ、足りるかな。そろそろ多分粘土が焼き上がってるから見に行ってみよう。お、出来上がってるね。あ、こんだけレンガあったら結構作れそうやけどな。こんなにレンガあってたったの60ブロック？マジか。レンガブロック、そっか、屋根にも使いたいなって思ってたからな。ちょっと足りなさそう。なんか他今持ってるブロックでそれっぽいの、石レンガかな。これにするか。石レンガならストーンカッターで簡単に大量生産できるもんね。そうだな、柱もつけておきたいよね。さらに1マス削って、カシの丸太で柱を作って、で間を石レンガで埋めていこう。よし、こんな感じで壁を石レンガとカシの丸太を使って変えました。倉庫っぽくなってきたんじゃない？天井はこのいっぱい余ってる黒カシにしちゃおう。天井を黒カシにしたんやけど、暗い色やとちょっと圧迫感あるな。やっぱり天井これぐらい高さ欲しいよな。でももうこれせやんな床やもんな。これ以上上に上げられへんってことは床を1マス下げなあかんのか。やるかちょっともっと早く掘れるエンチャントつけれへんかな。今ちょっとチャレンジしてみるわ。来い、鋭さ、効率。鋭さは攻撃力か。効率やな、効率。わあ、こんなガンガンやっちゃってええもんなんやろうか。どれぐらい変わるかな。あ、違う違う、早いわ確かに。あ、めっちゃはかどる。で天井にこのカシの木の板を使おう。うん、これでさっきよりはなんぼか明るいでしょう。うん、あ、天井こっちの方がしっくりくるな。で床はもう1マス下げるんか。このツルハシにも効率エンチャントつけられへんかな。ちょっと見に行ってみるか。あ、効率2あるじゃん。あ、使っちゃうか。キャー、もったいね。エンチャントもったいないっていうのも一生言い続ける気がするな。あー、でも全然違う。さっきの斧の効率1よりもさらに早いな。あー、めちゃめちゃはかどる。床こうやって見た感じ、木材系より石の方がいいかもしれへんな。滑らかな石とか配置してみようかな。丸石を焼いてできた石をさらに焼いて滑らかな石にして、で滑らかな石が焼き上がるのを待ってる間に階段設置しよう。階段は壁と合わせて石レンガ階段にしようかな。こういう冷たい素材の方が地下室って感じするな。あ、いいやんいいやん。さっき屋根つけちゃうか。屋根は今向いてる方向から三角に見えるようにつける方がいいかな。階段で屋根つける作業もなんとなく慣れてきたな。よし、こんな感じで、うんうんうん、屋根がつきまして、オッケーオッケーますますここのネザーレックの屋根を早くレンガに変えたくなってくんな。でそろそろ地下の床材に使う滑らかな石が焼き上がってるはず。お、いいねいいね、出来上がってます。よし、じゃあこの滑らかな石を敷き詰めていくか。なんかタイルみたいな感じになって可愛くなりそうじゃない？こんな感じで。うんうんうん、悪くないかも。なんか変な高級感出ちゃったかな。もうちょっと自然な感じの方が良かった気がしないでもないけど、まあまあまあ今回はこれでいいか。よし、じゃあこの部屋にあるチェストを下に移動させるか。わあめっちゃ出てくる。これを全部そう移動させて中に収納していく。とりあえずチェストをつけて一旦しまっちゃおうか。整頓は後でじっくりやろう。わあわわ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 わ、やばいやばいやばい。わわわわわわ。これチェストの配置一番下は開けといた方がスマートかな。てか真ん中に2つがかっこいいかな。そうだな、もっと広げようかな。広さもうちょっと奥広げよう。あー、効率のエンチャントしたツルハシがもう壊れちゃう。これちょっと修理してみようかな。この金床で鉄のツルハシとこの材料に使ってる鉄の延べ棒を出すと、でもこれまたエンチャントのコストがかかんねんけどな。わあ、エンチャントするのが日常になってくると全然経験値が足りひんっていうことに気がつくな。鉱石を掘ったりとかかまどで物を焼いたりとかすることでも経験値を手に入れられますけど、やっぱり敵モブを倒すのが一番もらえるのかな、経験値。よし、ちょっと横幅を広げて大きいチェストを2個並べにしておいて、反対側も同じように埋めちゃおっかな。なんか左右対称で統一感あった方が綺麗な気がする。よし、一旦こんな感じで両面の壁に大量にチェストを置いて、うん、倉庫っぽくなったかな。先に飾り付けしちゃおうかな、整理整頓する前に。この松明で照らしてんのをさ、もうちょっとおしゃれにしたいねんな。このトラップドアをこう向きにつけて、こう、あ、いけるじゃん。こうやって棚の上にランタンが置いてあるのどうかな。それか、なんかこのチェーンをつないで、あ、違う違う違う。ここにぶら下げるか。わ、どっちにしようかな。このトラップドアの棚やったらこういう風に小物を織り交ぜて飾ってもいいと思うよね。一旦棚で全部作ってみようかな。この2つ目のブロックの上半分を狙ってつけて、これも4つ目のブロックの上半分を狙ってつける。ランタンを上に置いて、とりあえずこんな感じで棚風にしてちょっと飾ってみたけど、置くものがないもうちょっとまあ後々飾るとして他飾っていくか。なんか天井に模様をつけたいな。なんか中央あたりにひで模様かけへんかな。ちょっと凹凸を開けて階段ブロックでちょっとそれっぽく埋めてみるか。でちょっとこう丸太をさ、こういう感じで使って、なんかおしゃれっぽくならん？天井どうなんやろこれ。なんか光るブロックとかがあったらな、この中にさ光るブロックを仕込んでぼんやり光らせるとかできるよね。これ2箇所ぐらいに作るか。よし、こんな感じで天井にちょっと模様を入れてみた。ちょ、センター取れなかったのがちょっと残念やけど、まあどうしても気になるようなら後々修正しよっかな。そうだな、奥の壁もちょっといい感じに飾りたいな。ここちょっとおしゃれ棚風にしてみるか。丸太とかトラップドアとか、あと樽を組み合わせて、うん、でここにちょっとお決まりのパターンで申し訳ないけどランタンとかこの植木鉢、チェストをこうやって置いとくのもいいよね。あ、かわいいかわいい。あ、いいじゃん。どうで最後ちょっと仕上げにね、チェストにあれをつけたいよね、額縁。最初に言ってたやつ。とりあえず今持っってる分だけの川でやってみるか。どこ行ったかな、川。ちょっともう整理早くしたい。マジでどこには何があるか分からへん。あった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 。とりあえず作ってみるか、額縁。うわー、牛さんありがとう。でこれをここに、あ、違う違う、あれシフトキー、あ、シフトキーを押しながらつけれた。あ、2つつけれる。こう斜めの感じでつけるか。ここに例えば原鉄が入ってますよっていう風にしたかったら、こうやって、あ、うわー、すごいすごいすごい、これやりたかってん。パン入ってますよ言うて、棒が入ってます、木が入ってます。あ、すごい。あ、なんか木立体的にくっついとる。これでどこに何が入ってるか分かりやすくなるんや。こりゃ便利だな。でさっき額縁作る時にさ、なんか額縁と似た見た目のもう一個あったよね。あ、発光する額縁。あ、発光する墨袋持ってるで。お前の出番ここか。これちょっと一個作ってみよう。ちょっとあれやな、部屋が明るいからあんまり違いが分かんないけど、2、白、ハート。1つの壁につき10個やから20枚額縁がいるってことは20個革がいるってことか。上達してくるか。そう、みんな動物さんからの恵みどういう風にゲットしてるか、マジでコメントで教えて。かわいそすぎてならんのやが。こんな剣持って牧場に入ってくるやつ異常すぎるやん。ダメだ、どうしよう、かわいそすぎて無理かも。いや、ちょっと待って、やっつけるにしてもこんな露骨に剣で殴るとかじゃなくて、なんか自動化する装置とか作って、その時が来た牛さんはまあ仕方なくお命頂戴するっていう、そういう罪悪感が最低限の形になるようにしたいな。こんな楽しそうに放牧してるところこんな恐ろしい武器持って侵入していく勇気ないわ。ちょっとやめよう。とりあえず今ある分だけでいいや。じゃあ思う存分整頓タイムに入らせていただこうかな。ちょっと途中まで整頓やってたんやけど、やっぱり額縁がないとどこに何をしまったかもう一瞬で分からへんくなってしまうねんな。やってしまうか。これも成長や。おお、すごい寄ってたがってくる。ほら、子供産め。最悪。倫理観ゼロ。最後川になる前に子孫を残しといてくれ。ごめんな、ほんまに悪いと思ってる。君の額縁は一生大切に使うから。ごめんなさい。つれえ。パパママみんないなくなっちゃったね。そんな目で見ないでよ。私だって必死やねん。私だって生きるのに必死やねん。ところで、あ、12枚も集まってる。あ、どうなんやろ、ちょっと足りひんかな。でも今よりはだいぶ整頓しやすくなるだろう。額縁を作るだけでこんなに精神を摩耗しなかのか。あ、でもこれでほとんどのチェストに額縁がつけられたわ。おー、あー、命に感謝。よし。一旦整頓が終わりました。余ったね、チェスト。まあ、もうちょっと細かく分類しようと思ったらもっと必要なんやけど、とりあえずね、ここに輝く松明専用の小さめのチェストを設置して、ここ松明いっぱい入れとくのと、ここ石系、土、原木、丸太か。あと建築に使う系は特に細かく分類してみた。階段とハーフブロックと柵と、まあとりあえずこんな感じかな。これからもっとマイクラ進めていきながら、自分が一番便利な形がより見つかっていく気がする。チェストをたくさん置いて額縁に何が入ってるか書くっていう、一番シンプルなタイプの倉庫部屋が作れたんじゃないかな、これで。なんかマイクラっぽくなってきたな。よしよし、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしよっかな。牧場作りがメインなのか、この倉庫作りがメインなのか、どっちかわかんない感じになりましたけど、次回以降の「鎖国」はこうやってエンチャントで武器が強くなったり装備が強くなったりしたのと、あと倉庫部屋を作ってたくさん物が収納できるようになったので、まだ見たことないバイオームとか新しい素材を求めて、新しい土地の探索をメインに進めていこうと思っています。鎖国ではマイクラの基礎の基礎を丁寧におさらいしながら、初心者ならではの実況プレイをお届けしているので、マイクラやったことないよっていう人とか、マイクラご無沙汰してるなっていう人も、ぜひこの機会に概要欄のマイクラの公式サイトをチェックしてみて、一緒にマイクラで遊びましょう。ちょっと案件っぽい誘導を言ってみたけど、では引き続き来月以降も鎖国よろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。